でここはポイントガードのマッチアップ、宮澤のピックを使っていきなり町田で行きました。もう大志さん、はい、まずはピック1枚です。日本のチームディフェンスもしっかりとコミュニケーションも取りながらですが、おー沈めてきた町田。あとは1人がボール持ってる時に必ず誰かが動いてると思う、この動きが生まれるんですよね。町田が切ったら逆サイドに宮澤が動いて、はいはい、多分それがダメだと多分上の3人が動いてくると思うので、はい、今の間に5人全員で上げていこうというところじゃないでしょうか、はい、このプレーも本橋さん、宮澤選手が最初ね、いやトヨタが一ついい形が出た直後なんですけれども、ここはリムが来た、スリーポイント、はい、うまい、篠崎、いやあの富士通のオフェンスがすごくいいスペーシングと石田が見せました。まずはこのノールックパス、マウレブリン、おいいディフェンス、そして町田が奪って、お見せますね、見せますね、見せた、盛り上がりますね、これはフィニッシュは篠崎、いやドリブルでパス、このドリブルの後パスを見ているというプレーでした、思いますね、ただあのディフェンスでしっかり守りますね、守らないと、はい、あの自分たち流れて持ってこれないので、はい、あ山本抜けましたね、じわり流れも変わったか、ね、町田ドライブ、町田決めた、バスケットカウント、さすがですね、うん、山本に仕掛けてバスケットカウントでした。今どちらも点数がなかなか取れない、結構したよくフォローした、うん、つなげています、横浜から、さあ山本来ましたね、沈めてきた、ようやくこれで山本、マウリ・ステファニー、これもシュートしましたね、今山本外からビーツリー、宮下かわいもコート上、山本、山本が破って、このシュートはバスケットカウント、わあ今日はビッグショット立て続けに決めています。宮澤のファール、もう山本選手は 3×3 とかでもそうですし、5人制でもそうですけど、あの大きい選手に対してのゴールアタック、ここも山本プッシュフロントコートに入れて、ここでしっかりとクロージングしてきたトヨタ、ゲームの中でかなり多くの時間ビハインドの展開だったトヨタ、ゲーム1見事に逆転勝利、そうですね、富士通にはやっぱやりたいようにカッティングや速攻などやっぱ今日はすごいやられてしまって、でもやっぱそこで頭下向かずにみんなで声かけ合ってそこ我慢できたので今日の勝利につながったと思います。のペースでしっかりゲームを進めて自分たちがすごく気持ちよくプレーできるように自分もしっかりゲームメイクをして、まずは明日はしっかりディフェンスから、チームトヨタのディフェンスからしっかり走れるようにしっかり準備していきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではもう一人、チームを鼓舞し続けてくれましたマウリ・エブリン選手お願いします。